シュラマル。ねえねえ、ユミさんって家庭菜園してますよね。うん、してるよ。やった！食費が高すぎるって旦那に怒られちゃって、お野菜分けてもらえませんか？私は自分の家で食べる分しか育ててないの。で、リリカさんの家って食費いくらなの？ケチケチ。食費は1日3000円って決めてるんですよ。これって高いですか？うちは家族3人で4万円だから相当高い方じゃないかしら。4万円も使えるの？すごい！何か勘違いしているのかもしれないけど、1ヶ月で4万円よ。うちは親からの仕送りとかも一切なしでこの金額だから、割と食費は安い方かな。いやいや、そんな金額だったらお腹いっぱいにならないし。むしろ1日3000円もあったら食材使い切れないわよ。一体どんなメニューなの？今日はデパ地下で買ったエビチリと餃子のつもりです。あとは安かったから唐揚げも買って、そうそう、フルーツとサラダも買わないと。自分で料理はしないの？無理無理。私料理下手なんですよね。はぁ、料理が下手でもできることはあるんじゃない？サラダならレタスをちぎればいいでしょ？その上にミニトマトやツナ缶を乗せたり、そういうこともできるでしょ？でも面倒じゃないですか。それにデパ地下っていうのがいいんですよ。高級なイメージしません？最高！若くて綺麗な私みたいなママがデパ地下で買い物に行くっていうのがステータス。それじゃあ食費は節約できないわよ。そもそも家庭菜園の野菜なんかあげてもあなた使えないじゃない。あ、そっか。私ドジっ子さん。あ、ねえねえ、高級といえば、今度高級寿司屋でママ友ランチ会やるって聞いたんですけど。そうね、親しいママ友だけでたまにやってるの。私も参加しまーす。お断りよ。え、なんで？本当に親しいママ友だけでやってるランチ会なの。他の人をメンバーに入れるつもりはないから。だって羨ましいんだもん。みんな兼業でしょ？自由にお金使えていいな。ならあなたも働けばいいだけ。やだ、面倒だもん。なら無理、終了。ユミさんって本当に性格きつい。普通年下のママ友が行きたいって言ったら、私が支払ってあげるからおいでよっていうところじゃないですか？たかり屋みたいな人は結構よ。ひどい。でも聞いちゃったもんね。もう高級寿司屋は予約したんでしょ？当日そこに行っちゃうもんね。来ても自分が困るだけよ。ユミさんたちだって困ることになるかもよ。そうはならないわ。どうかな。私の名前はユミ。正社員として働く30歳のママです。リリカさんは私よりも少し年下なのですが、かなり非常識な人。それが家庭内のことであれば別にいいのですが、私たちにまで迷惑をかけるので、そういう時にははっきり言うようにしています。ただこの人にずっと悩まされているのも困りもの。私のようにはっきり言えるママばかりではないのです。そこで今回は、ランチ会の仲良しで話し合い、あることを決めました。今後私たちの生活が快適になるように、そして子供たちが健やかに育っていけるように、このまま放置しておくと、どんどん調子に乗っていってしまいますからね。ユミさん、まだ？全くみんななってないな。今日ランチ会をやるのは分かってるんだから。私は先に高級寿司堪能してるからね。双方のご両親と仲良くお食事してね。はぁ？何言ってるんですか？お座敷、見てちょうだい。そこに皆さん勢揃いだから。え？冗談はやめてくださいよ。ってギャー！なんでいるの？そういうことだから、あとはご家族でゆっくり話し合ってちょうだいね。申し訳ありませんでした。こういったことはもう一切しません。ご家族のお食事会はどうでしたか？皆さん最近は会えていないっておっしゃっていたけど。もう、それはそれは、あの後みんなで怒られ続けて、もうぐったり。ありえない！なんで私がこんなに怒られないといけないの？私もびっくりしたわ。あなた、他のママさんにも結構たかりしてたみたいじゃない。リリカさんがランチ会に来ようとしているって話をしたら、みんなすごく嫌がってね。話を聞いてみたら、まあひどい。私にはことごとく失敗してたけど、みんなにはくれくれしたり、食い逃げしたり、いろいろやってたのね。別にいいじゃん、ちょっとくらい。ちょっとじゃないからみんな迷惑に感じてるんでしょ。まあ今回皆さんとよく話し合って、今後のことを考えた方がいいんじゃない？今日はみんなうちに泊まるって、あたし以外で今後のこと決めるからって、あたしは部屋に閉じ込められてるんですよ。訴えてやる。そうよ、ユミさんのこと訴えてやるんだから。私は迷惑ですよってご家族に伝えただけだから。そもそもあなた、
裁判費用なんてどこから出てくると思ってるの？カードも現金も全て没収するっておっしゃってたわよ。そうだ、財布没収されたんだ。私どうしたらいいんですか？自業自得ね。私がしたのはとてもシンプルなこと。今までリリカさんに迷惑なことをされていないかみんなに聞いて、証拠がある方はそれを送ってもらいました。その量が思っていたよりも多かったことにはちょっとびっくり。それをまとめてリリカさんの実家と義実家に報告、さらにママ友のランチ会に来ようとしていることなどもすべて説明。皆さんで来るということで、座敷の方でこっそりと待機してもらっていたのです。私たちのランチ会の予約を譲りました。そこは残念でしたが、リリカさんに説教をしてくれるということであれば、そっちの方が優先ですからね。ああ。で、リリカさんの今後はどうなったの？うちの母親が遠い親戚のところでしばらくお世話になりなさいって。そう、それでどんなところなの？限界集落よ。そこに行って自給自足の生活を学んでこいって。お金のない生活をしてお金のありがたさを知れっていうの？ありえない、ありえないでしょ？まあご家族も思い切ったことするけど、でもいい案だよね。リリカさんはきっとこれからもお金を使ってしまうでしょ。それならいっそのこと、お金を使う場所がないようなところに行けばいいのね。なるほど、勉強になるわ。私これから農業や介護の手伝いをさせられるらしいの。絶対に無理。いやいや、無理じゃないでしょ。むしろある意味リリカさんは向いてると思うよ。え、なんで？だってどっちも強いパワーがいる仕事でしょ。リリカさんのお金に対する強いパワーをそっちに持っていけばきっと大丈夫だと思うけど。ありえない。毎月ちゃんと手伝えばお給料の代わりに物々交換用の漬物や野菜を使っていいって。あと卵とか。あら、鶏まで飼ってるんですね。素敵なところ。冗談じゃないわよ。ネット通販なら使えると思ったのに、野菜や漬物でどうやって通販のお金を支払えばいいのよ。ねえ、ユミさんお願いします。私に毎月5万円くらい送金してくれませんか？プリペイトのクレジットカード作るから、それに毎月チャージしてくれるとか。で、私に何のメリットがあるの？私を救うことができます。ちょっと何笑ってるんですか？私買い物ができないと死んじゃうのに。なるほど、さすがはご家族ね。正しい判断だわ。買い物ができないなら死んじゃう人だったら、強制的に使えないところに送り込むのが一番でしょうね。リリカさんこんなこと言ってましたよって、ご家族に伝えておこうか？もうやめてください。こうして限界集落に引っ越したリリカさんですが、周囲には大好きなお買い物スポットなんてもちろんありません。それどころか今も物々交換がメインになっているような場所です。そんな素敵なところで改めて金銭面や生活のことをしっかり学んでほしいですね。私たちはと言いますと、あの時の高級寿司ランチ会を改めて行いました。リリカさんのご家族がお金を出してくれたので、予定していたよりもグレードの高いコースを堪能。とても美味しかったです。最近のイライラが美味しいもので全て吹き飛びました。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。